はいどうも、梅神チャンネルです。今日はね、ボーリングしに来てるんですけど、はい、こんな感じで来てるんですけど、ね、なんかこのノルマを達成すると、1ビンゴごとになんか1回くじ後で引けるみたいなんで、僕くじ大好きなんでね、今はね、まあ、夜の10時半ですけど、やっていきたいなと思います。今日ご紹介する商品はこちら、サントリーのウーロン茶、カラスとねドラゴンが入ってます。内容はね、原材料名はウーロン茶にウーロン茶が入っていて、あとビタミン C 以上です。とりあえず今1ゲーム終わって、自分がカズなんですけど、ちょっと自分以外が引き分けになって、まあなんか平和な感じで終わりましたね。というわけで、さっきのビンゴシートどうなったのか見ていきたいと思います。とりあえず今のところね、このダブルビンゴ達成したんで、一人が達成すればよかったんですけど、全員達成したんでね、106点のみとか129点のみとか、こういうのをね狙っていきたいと思います。とりあえず1ゲーム終わってこんな感じなんで、次はね、なんとか逆転したいなと思います。じゃあリプレイをね押します。スペア取ろうと思って置きに行ったんだけど外しちゃうやつね。あ、これいいぞこれいいぞこれいいぞと思ったら後ろにもう一人いるやつね。スペア取って謎の綺麗いいガッツポーズ、投げようとしたら目にゴミが入るやつね。投げようとしたんだけど隣の人とタイミングかぶっちゃって譲ってあげたら、なんか自分で歩幅合わなくてなんか投げたらガーターいっちゃうやつね。あ、1投目普通にいいよ、ストレートでいくんだ、いいねいいねいいねって言ってんのに急に唐突にカーブ投げ出すやつで、案の定外すやつね。狙いすぎてもうダメなやつね。謎のガッツポーズ、もう1投目からカーブ投げちゃうやつね。急に投げてまあまあ倒すやつね。あ、邪魔してくるやつね。それに関して謝らせるやつね。あ、出ちゃうんだもうそこ出ちゃうのって言ってんだけど、ストライク出しちゃったよ。ストライク出すの詰め切るやつ、投げようとしたらなんか急に話しかけてきちゃって、もうなんか話し込んじゃってなんか投げれないやつね。あ、邪魔すんのかなと思ったんだけど、なんか後ろいるなっつって、なんかトゥンって投げるやつ、トゥンって、これ無理なやつね。黄昏れるやつ、3ゲーム目終わったんですけど106いったんで、はい、ここ丸つけてね、トリプルビンゴって言ったら3人でやってるんでね、1人1回ずつこれからくじを引いていきたいなと思います。はい、3つともね外れでした。ありがとうございました。あと最後なんかおしぼりでなんかおしぼるやつね。何これ何これ。